なんか髪の毛切ったからめっちゃ気づいてた。最悪。取ろう。あ、これか。だってホットビューラー火ついたままだ。火ってこれ電池か。めっちゃ香水ついてるんだよね。なんか前髪がうまくいきません。前髪やばい。まあ、6月2日ついに目撃しに来ますって、ありがとうございます。なんか私のファンの方に結構なんかあのやっぱ6期生と仲良くしてたら K4 の方に推しが多いですみたいな方が結構たくさんいらっしゃってそう結構たくさんいるのね。K4 に推しが多くて H にはもう推し目いなくてみたいな、からなんかそうなんかまあ目撃者いけないかもしれないけどって言われちゃってね、見に来てくれた方が嬉しいなって。そう、まあもちろんチーム H に推したくさん詰まって嬉しいでした方も結構いるのね。けどそういう方もちらほらいて、だからやっぱり最近見ないなって感じ。そう、また来てくれたら嬉しいけどね。やっぱまあ仕方ないじゃん、別に安いお金じゃないから。そうそう、やる時だけでもまあ来てくれたら嬉しいなと思います。どうしよう、髪飾りつけたいな。なんか髪飾りつけたい。何つけようかな。とりあえず前髪固めよう。これめっちゃメイク、うん、いい感じ。なんかそう、なんか来てください。 H の公演も、あ、15日とかは特に、え、もうね、生誕で言うとね、結構決め出してるの。もうメンバーも人数、あ、人数じゃない、このユニットでこの方この人としてっていうの結構決め出してるから今し、そう決め出してるから、このポあのよし、これ動かない前髪です。
で、何しようかな。なんか本当は黒のリボンをピンをつけようと思ったんだけど、そうそう、これを買ったんだけど、なんか思ったよりなんか長くて大きくてなんか変じゃないからどうしようって。こんな感じ。なんかピンがあって、もうね最近さ、やっぱこういうのをね買が欲しいのよ。こういうかわいい、これ両方につけちゃう、片方だけかな。もうこれね、あリボンだらけ、服と2個つけちゃおう。明日赤誕生会だからね、赤誕生会はこの白のクリップつけようと思ってる。で、これは2個つけてみますか。どう ?2 個もいらん?うるさい、2個あったら。2個もいらないかな、もしかして。今日はガーリー系で、いきます。ガーリー系で、でもなんかまあ別に、おお準備完了。今日はメイクピンク系かわいい。でチークを大量に塗っときますか。めっちゃ今日メイクうまいかも。今日濡れるや絶対。今日ね夜にね、その外食終わった後ご飯食べ行くんだけど、それ終わった後に誕生日迎えましたの、やばいつけすぎた、普通につけすぎたけど、お誕生日迎えましたの写真を撮るって。かわいいかな、リップさあ、お誕生日だからね、明日で。なんかインスタにも投稿するけど、インスタは当日じゃないかも、もしかしたら。当日じゃなくて、いい感じ。このアホ毛ね、上で止めるか。コタロがご飯はね、背負ってる。おっこいせ、このねブラシで
マジで生誕祭楽しみ。なんかユニットをできるじゃん。なんか分け目めっちゃ変なところあった。ここら辺、ほらなんかここら辺が変。これで、まあ、写真を撮って本番は明日誕生日なの。やば、明日誕生日。去年ね、そうなんか去年は私ができ、私パジャドラでやって、パジャドラでできるポジションが純情主義とジャンヌで、そう純情主義とジャンヌで、そのどっちか分かんないから、どっちをするか分かんないから、まあどっちでも赤だったらどっちでもいけるってなって、そう赤にしてくださったらしいんですけど、私がまさかの新ポジを覚えてて真似もしちゃったかな。ファンの人ね、それが予想外だったらしくて、そうそう、だから赤の手もでも、私は何、じゃあ何だと思う、ユニット何でしょう、今年は何するでしょうか。星ね、何をするでしょうか。何でしょうね、明日は。明日じゃない、朝、15日。ライト紫と白確定でよかったです。そうなんです、アクセルしてほしいなって。わかんない、じゃあするかもだし、なんだろうね。でもあんな歌えなくない、絶対絶対さ、あんな歌も無理。でも星な、星じゃん、みんな予想は。メンバーを結構迷って、そう結構迷って迷って、あ、640だ。ちょっと今日は早いけど終わります。13位、あきちゃさんありがとうございます。12位、ワンタンメンさんありがとうございます。11位、マー君さんありがとうございます。10位、ハッピーさんありがとうございます。9位、ポテチーさんありがとうございます。8位、カンさんありがとうございます。7位、チャントクさんありがとうございます。6位、カベチョロさんありがとうございます。
5位ミルンクラゲさんありがとうございます。4位ステックさんありがとうございます。3位しみしみさんありがとうございます。2位のんたんさんありがとうございます。1位ただの魚さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、待って、私さ、まだ目さ化粧し忘れてるのあるわ。化粧あぶねえあぶねえ。なんかのし忘れば、ここに濃い色をのせる。と目が大きく見えるよってやつ。どう？ありがとうございました。さよなら。